愛媛伝、新しい時代を作る一人になる。今日の星予報、愛媛です。この番組は毎朝7時から日々の星予報とこれからの新しい時代、水亀座の時代に向けてのヒントをお届けする番組です。11月6日月曜日、皆さんおはようございます。さて、3連休も終わり、今日からまた1週間のスタートですね。皆さん、3連休いかがお過ごしだったでしょうか。私は昨日最終日はですね、佐田岬の方から今治に夕方、出たんですけれども、1日ね、夕方まで昨日はちょっと家にこもってですね、今度の、これからね10年の、星の今資料をねまとめてるんですけれども、それを、夕方までねやってたんですけれども、もう調べれば調べるほど本当にね奥が深くて、もうこうまあなんかこの占星学をやり始めてから自分自身の、癖というかね、こうエネルギーっていうのが、まあ、改めて客観的に、本当にこう追求していくのが好きなんですね、多分ね。なので本当まあ、それは星のエネルギーとしてもね、もうちゃんとこう出てるんですけれども、なのでこう一日中考えてても、まあ、全然足りないというか、あっという間に時間が過ぎてるっていうね。まあでも知れば知るほどというか、研究すれば研究するほどこれからの20年っていうのは本当に、まあ、今まで自分たちがこう体験したことのないような20年になるんだなっていうのを、まあ、すごく感じています。もうちょっとねで、できると思いますので、また目処がつきましたらね、皆さんにいつ、この、今ね調べていてこう資料をまとめたものをお伝えできるかっていうのを日にちを決めたいと思いますのでね、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。さて、今日のおすすめの動画なんですけれども、今日の、動画は、何回か前にですね、レイダリオさんの変わりゆく世界秩序っていうのをご紹介したと思うんですけれども、今日は同じでレイダリオさんの、成功の原則という、動画がありますので、そちらの方をシェアしたいと思います。このね、成功の原則っていうね、タイトルの、まあ、動画なんですけど、こうなんか日本のよくあるこうしたら成功するみたいなね、なんかそういう内容ではないんですよ。私もあんまりこのなんていうかな、方法こうしたら成功するとか、こうしたら何例えば人が集まるとかね、なんかこう方法論みたいなのがみんな同じようにこうすれば成功するみたいなのがあんまり好きじゃなくて、普段だったらね、こういうタイトルだったら見ないんですけど、変わりゆく世界秩序がすごくもうなんか、まあ、ある意味ね、こう星じゃなくても同じところにたどり着くんだなっていうものだったので、すごく皆さんにシェアしたんですが、このレイダリオさんの考える成功の法則ってっていうのがちょっとすごく私自身にもちょっと気になって見てみたんですけど、やっぱりこの方法ではないんですよね。だからこのレイダリオさんが言ってることっていうのは、この星の話とものすごく通じるところがあるんですよ。なのでこう視点が違うやり方というか、視点が違う見方ではあるんですけど、すごく星と通じる考え方
で、しかもこう分かりやすい、伝え方というか、あの動画でね、しかも、やってくれているので、すごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。なので今日は、レイダリゴさんの、成功の原則という動画を、シェアしたいと思いますので、よかったら見てみてください。それでは今日の星予報です。今日は、昨日に引き続き、月は獅子座、そしてその月に対して今日は、サソリ座の水星と牡牛座の天王星の T スクエアに、なります。でサソリ座にはね、今火星と太陽がいるので、この火星と太陽もこの T スクエアに、一緒にねかかってくるんじゃないかなと思います。で夜には、冥王星と金星がぴったりと120度に、なります。今日はね、T スクエアということで、ここに天王星と、火星もね、関わってくるということは、まだね、このなんていうかな、変化今までねできなかったとか、変わりたいけどなかなか変われなかったみたいな、方には、こういった T スクエアのエネルギーの時は、突然ね何かが起きて、気持ちが変わったりね、今の状況を変えたくなかったり、もしくはこの今の状況がね、こう耐えられなくなるようなね、そういう出来事が起きたりとかね、急に心境の変化が起きたりとかっていう、エネルギーの一日になるかなと思います。なのでこういうエネルギーの時には、普段、変われない人ね、なかなか変われない人も今の状況を変える、チャンスだと思いますので、ぜひね、なかなか変えれなかったことはね、こういうエネルギーの時に、自ら変わる道を選ぶとですね、結構いいことがね逆に起きたりとか、今日は地のグランドトラインにも、作ってるんですよね。ちょっと緩いグランドトラインではあるんですけれども、それがこうカイトっていうね、タコのカイトとも、このグランドトラインが、カイトにもなっているので、この夜特にこの冥王星と金星が120度にぴったりと重なるんですけれども、このエネルギーっていうのはまた前に進むね、一歩前に進めれる、そういう日になるんじゃないかなと思うんですよ。なのでこの自分から自らね、こう変わっていくっていうね、道を選ぶっていうのが本当に、ポイントかなと思います。今までのこの豊かさですよね、この豊かさの価値観っていうのがを自分で、バージョンアップさせていく、変えていくね、で根本的にこれまでのやり方を変える、でやっぱ自分の好きなことを仕事にする、もう自分ではね当たり前だったと思っていたものが実は自分の豊かさにつながるっていうことにこう気づいて、で変化していくっていう道をね選ぶと、この地のグランドトラインができているときは、何かそれがね実際に、形になったり、次に進むきっかけの何かが、起きたり、するんじゃないかなと思いますので、この変えていくためのね行動みたいなね、この未来の自分を新しい、これまでのねこういやいややってた仕事ではなくて、本当にこう自分の能力を生かして、楽しく生きていけれるためのね、準備をね今、皆さんしてると思うんですよ。私自身もそうなんですけれども、それに向けてね実際に何か一個でいいのでね、行動に移してみるといいんじゃないかなと思います。嘘のないまっすぐな生き方を目指すこと、そんなことを意識して、過ごしていただけたらと思います。それでは今週も素敵な一週間になりますように。いってらっしゃい。